どうも、うぷ主です。今回も前回の続き、スイスベッティン島なの世界遺産、カステルグランデの続きをお伝えします。それでは、ゆっくりしていってね。さてさて、うぷ主は現在、スイス、ベッティン島なの世界遺産、カステルグランデに来ています。辺りをうろうろしていると、他の観光客と思わしき人が、指差しながらウォールと、教えてくれたので、その城壁とやらを見に行きます。いきなりだけど、ここがその城壁だぜ。だいぶ先まで伸びてるぜ。とりあえず、行けるところまで進みましょう。一気に坂を駆け下りました。帰りにこの坂、また登るん？またまた下り坂です。無駄に長いので、4倍速でお伝えします。長いならカットすればいいじゃないか。それでもいいのですが、うぷ主的に、俺、今日歩いたー、しんどいわー、アピールをしたいのです。で、10分も歩いた甲斐はあったのか？それが、何もありませんでした。ただの行き止まりだけです。下道を戻るのも面白くないので、地図を片手に、城下町を散策しながら戻ります。スイスの日常風景、超貴重だぜ。100円ショップも遠い、2フランショップを発見しました。この時のレートは1フラン、118円。なぜ1フランショップじゃないのか謎だぜ。感想は、100円ショップで並んでそうなものばっかりでした。なのに、240円。ぼったくりですね。
だいぶ、戻ってきました。正面には大きな教会。お次はこちら。モンテ、ベッド城に行ってみましょう。また、登るのか。このモンテ、ベッド城、入り口がわかりづらいです。こっちか？それともこっち？え？ここかーい。さて、先ほど同様、モンテ、ベッド城を目指し、坂道を駆け上がります。うおー。こんちくしょー。何くそー。負けてたまるかー。彼女欲しいぜー。結婚したいぜー。友達欲しいぜー。リア充の仲間入りしたいぜー。繰り返しますが、ウプ主は5キロの荷物を背負って、いかやく。もう、ゴールしても、いいよね。だが断る。このモンテ、ベッド城、13世紀に建てられました。非常に不規則な形をしていて、一つの塔と二つの中庭、そして住居群を含んでいます。城壁には銃眼があることから、当時は町を守るための要塞としての、役目を果たしていたことが伺えます。正面にはさっき登った、カステルグランデが見えるぜ。
さてさて、高いところからの景色を堪能したので、駅に戻りましょう。先ほど通ってきた道を戻ります。ってことは、あの坂道をひたすら下るのか。まあ、その分、カロリーも消費したから、お腹いっぱいご飯が食べられます。今回はここまで。ご視聴、ありがとうございました。